総合病院中津川市民病院は岐阜県中津川市にある医療機関。中津川病院出資組合病院を前身とする公設病院であり、1982年に日本の病院で初めて MRI 装置が診療用に設置された病院である。総合病院中津川市民病院は診療科23科、病床360床を有する医療検討部において、 最大規模の病院である。日本医療機能評価機構認定病院、臨床研修指定病院、救急指定病院として、岐阜県知事により告示されている。また、阿ギ診療所を中津川市阿ギに設置している。岐阜県は県内を5医療圏に分割しており、東農医療圏の3次医療担当施設は、 岐阜県立多治美病院であるが、同院は、東農地方の最西部に位置しているため、総合病院中津川市民病院が、東農東部の2.5次医療までを担当している。岐阜県の医療計画の中で、地域災害医療センター、d マット指定病院、周産期医療協力病院、難病ネットワーク協力病院などの指定を受けている。また、 長野県と隣接する立地条件から、同じ中津川市内の公立病院である、国民健康保険坂下病院と同様に、渚町、多くは村などからの越境来院者も多い。2004年よりスタートした、臨床研修医制度により、地方病院の医師不足問題とそれに連鎖した、経営状態の悪化が、全国的に問題となっているが、中津川市は、平成24年より、 名古屋大学医学部に寄付講座を開設し、地域の包括的医療システムの構築を目的とした中津川市地域総合医療センターを立ち上げた。地域の医療資源を有機的に利用できるように、総合診療科を中心としたネットワークづくりが注目されている。また、公立病院改革プランを策定して、病院改革を進めている。設備面においては、 MRI や二巻 QCT、リニアックマイクロトロン、マンモグラフィなどの高度医療機器を備えている。また、冒頭の通り1982年に日本で初めて MRI を導入した病院でもある。その他の特徴として医療ソーシャルワーカーの配置された医療相談室が設置されており医療相談をすることができる。また、生活習慣病として増加傾向を見せている。 糖尿病についての市民教室が入門シリーズと応用編に分けられて盛んに開かれている。その他職員の福利厚生として全職員向けに院内保育所が設置されている。従来のドクターカーの運用は救急部や救命救急センターに所属する医師が日常の業務を行いながら要請を受けるとドクターカーで出動するのが一般的だが 中津川市民病院では2013年9月にドクターカー専属の病院前救急診療科を創設して2014年3月にドクターカーの本格運用を開始した。専属の医師と看護師が24時間365日医師、宿舎か病院で待機して出動できる体制をとっている。阿木地区の地域医療を担う中津川市民病院の診療所である。 火曜日、木曜日の午前、午後と土曜日の午後に診療が行われる。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。